後藤一発ピーチバラマークよ始まりました。今日はですね、2月の11日木曜日です。おはようございます。今日もですね、とんかつパンパンですね、まあ調子がよく、遠くから来てくれる人、毎週土曜来てくれる星さんがまた11時前から並んでたりとかですね、あとそうですね、テイクアウトで買いに来てくれた人が何人かいたのと、あと4人組の営業の人がですね、ちょっと噂を聞きつけてきたとか、それで特上ロースが4発出るとか、なかなか楽しい一日でした。で、今日もですね、4時までやることなく、売上で店を営業終了したわけですけど、本当手応えを感じてるし、やってきてよかったなって。やっぱ信念貫いてですね、まあそもそももう半年とか余裕で超えてるのかな、5月から5、6、7、8、9、10、11、12、1、9、草27、約300日ぐらいか、やってるんですけど、一番最初にね、始めた頃に比べて、やっぱりオペレーションとかも良くなってるし、町からの評判とかも、まあ、良くなってきてんじゃないかなっていうふうに感じてます。で、これから、まあ常にね、店っていうのは進化させていかなきゃいけないと思ってて、まあいろいろな商品とかもどんどん作っていこうと思ってるんですけど、一番最初始めた時の、例えば1200円のロース、1500円のヒレ、1600円の上ロースっていう、この3本柱からスタートした。それが今9ヶ月とか経って、メンチカツができ、特上ができ、メンチカツにチーズも入ったりとか、まあいろいろ取り組んでて、なんだろうな、やっぱり自分の思ってたことだけでは物事を進まないなと、やっぱりみんながこの町にいるやつとかもそうだけど、どう思ってるのかっていうのをどん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 聞いて、行かないと、いい作品っていうか、いいお店っていうのはできねえんじゃねえかなって超感じちゃってんすよね。いきなり最初からiPhone ってさ、完成されたわけじゃなくて、その開発した人とかはどういった携帯欲しいみたいな、それをどん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 みんなに聞いて、そのユーザーから聞いた情報で作る開発者とかが作ってたっていう。だからやっぱりうちの店来なくていいよみたいな、お前なんか高えとか言ってるやつ来んなよとか、そんなんでいたらちょっとやっぱ売れる店にはならないんじゃないかなっていう、ちょっとね、反省じゃないんだけど、ちょっと耳を傾けなきゃいけないなっていう時代に来たのかもしれない。だからやっぱこれからは来てくれた人にはみんなに聞くんだけど、今日のとんかつどうでしたとか、それでヒレには黒い塩、黒塩、ヒマラヤのパキスタンのね、黒塩使ってもらってるんだけど、実は私はピンクの塩の方が良かったかなとか言う人いるんだよ。だからやっぱりそういうのをどん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 統計取っていって、やっぱもっと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 話を聞いて、いい店にしていかなきゃいけないんだなっていうのを超強く感じてるこの頃です。で、やっぱり高い値段から始まったから、なんだろうな、まあそれだけで来ないお客さんとかもやっぱいるし、なんか調子乗ってるなとか思われたり、で、いい値段なんだからうまくて当たり前って人はまず来ない。だからそこをちょっとどうにか変えていかないといけねえなとか、最初はなんかマジでそういうの関係なく我が道進むじゃないけど、何言われても感じなかったんだけど、今はいろんな人にこと聞いてった方が強くなるんじゃないかなと思って、逆に、どう思ってんの、どう思ってんの、どう思ってんの、何がうまいとか、うちの価格帯おかしいかなとか、まあ、そういうのどん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 聞いてって、精度をやっぱ上げていくってことにちょっとシフトチェンジしていこうかなと思ってます。で、最近そのロースとか上ロースとか、ロース肉肉しいとこから上ロース、リブ油が多いところになっていくんだけど、で、この先に肩ロースっていう油がもっとより多いところがある。で、ここの肉を買ってきて切って、自分たちで何て言うんですかね、粗挽きにして、だけどそれ包丁一本でやってたんですよ。
で、そのメンチカツを作るにはだいたい2キロとか買ってきて、完成するまでに2時間とかかかる。20個のメンチカツを作るのに2時間。で、それすげえつれえなと思ってて、もう右手の筋トレ半端なくなっちゃうみたいな。ずっと包丁で切ってるから、切って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 、で、それがうまいって言われてて嬉しかったんだけど、それこのままじゃいけねえなと思ってて、で、これ粗挽きにしてくれるその買ってる肉屋、うん、SPF 下ろしてるところに聞いてみようっつって、粗挽きにしてくれませんかって言ったら、はい大丈夫ですとか言って、マジかっつって、で、グラム100グラムで10円って言ってたから、2キロだったら200円なので、200円で、その肩ロースが粗挽きになってやってくるの。そうした時の時短が半端なくて、2時間かかってたことが20分ぐらいでできるようになっちゃったの。ああ、これはやばいなと思って。なんで、800円のそのメンチカツサンドが、これから量産できるようになったんですよ。数多く。で、そうなった時に、お客さんに、お土産とかで持って帰ってもらったら嬉しいなと思ってて、相当メンチカツには自信持ってるのね。だから、1600円の上ロースがうまい店ってよりは、その入り口をもっともっと下げて、800円のメンチカツサンドうまいよねっていう、そっち側に持っていこうかな。メンチカツサンド屋でしょぐらい、うん、で、それがうまかったから今度は上ロース食べてみようかとか、棒ヒレ食べてみようかとか、そういう風な感じで、ちょっとこっちの価格を下げた状態の商品をこれからボコスカに売ってって、そこからプライスが高いところの商品を味わってもらって納得してもらうっていうか、最初からこっち高いところを認めてもらって、安いのもうまいってよりは、安いのが超うますぎて、でこっちもうまいっていう、そっちの方がちょっとなんか市場っていうか、なんかそのマーケティングっていいんじゃねえかなっていうのをね、なんかふと思ったんで、これからですね、より一層メンチカツサンドをボコスカに売っていこうかなと思って、で、まあ店の中にも貼ってあるんだけど、お客さん満足度人気ナンバーワン、これマジなんですよ。それで値段800円、そして8分いただけたらお持ち帰りできますっていう文字までつけてる。だから今日とかもなんだけど、このメンチカツサンドをお持ち帰りで持って帰ってくれる人が増えてるんですよね。1月、まあ今年入ってからそういった動きに出て、だからこれはもっともっとやっていかなきゃいけねえなと思ってるんで、800円のメンチカツサンドがうまい店、それがとんかつパンパンですみたいな感じでちょっと変えてきます。はい、で、そういったマーケティングのこともなんかちょっと話していきたいなと思ってて、で、本当値段だけで言ったら、あっちでやってるね、亀戸でやってるドラム缶ヤッホー、あそこはもう安いしうまいみたいな、もうそれの決定版なんですよ。安いしうまいし酔えるし楽しいしみたいな、まあ、それの決定版だから、やっぱ今あそこの店がねめちゃくちゃ盛り上がってるんだなっていう。まあ、俺は価格を下げたいわけじゃなくて、価格が安い商品をボコスカに売りたいっていう、うん、まあ、そういうことなんだけど、まあ、亀戸ヤッホーも盛り上がってるように、こっちももっともっと盛り上げていかないといけないなっていうのを今日思ったんで、発表しました。そしてですね、俺がその今店に出なくても、まあ店っていうのは順調にまあ回ってるんだけど、今俺が今したいことって他にあるのかなみたいな、あったわみたいな、それはですね、なんつうんだろうな、ハイタッチとかしたいっていうか、みんなで喜び合いたい、うん、楽しいやつと遊びまくりたいっていうか、一つの作品を作りたいっていうところにちょっと今行き着いちゃってて、で、今その平井のね、総武線のあそこで土手でね、荒川の土手で旗振りしてて、相当メディアに応えてる。で、それを見て喜んでくれる乗務員、バスじゃねえや、電車の乗務員さん、車掌さん、うん、と、まあ乗客、お客さんとかが見て、あ、元気もらったとか言ってもらえる。これって最高素晴らしいなみたいなって思った時に、これをやっぱ2月いっぱいやるって。そのリーダーたちは言ってて、で、それに今ついてってる感じなんだけど、もうこれ一本の
映画になるんじゃないかなとかちょっと思っててで映画とかにしたらもっともっと面白くなるんじゃないかなっていうね。でその映画はまあ別に毎日見れるし、あの一本できちゃえば毎日見れるし、いやなんかそういった方がそれの方が形に残るなっていう。だから思い出っていうこの心の中にしまっとくだけじゃなくて、でそんなのもあったよねとかじゃなくて、つうかそれ作品になったよねみたいな感じにした方がちょっと面白いんじゃないかなと思ってて、で、はぁ？みたいな、芸能人使うのとかそういうんじゃなくて、もうキャストは揃ってるんですよ。もうキャラがもうバッチリな奴らがもうバチバチにいるんで、そこは問題ないんですよね。うん。それで土手で撮影するってことに対して、なんか免許とか別になんかそういうのいらないじゃん。だってカメラ、テレビ業界とかの人たちも来ててさ、普通に撮ってるわけだから、どっかになんか申請してとかなわけじゃないじゃん。うん。で、今なんだろう。テレビ業界もそうだし、芸能プロダクションもそうなんだけど、なんか食えてる食えてないというか、面白いことに報道できてないというか、テレビ業界の人たちも多分自分たちがやりたいことが今できてない時間帯というか、その時にまあこういった今フューチャーされてるこの旗振りっていうのを一つの映画にしたいとか、まあドラマにしたいって言った時に乗っかってきてくれる人たちが案外多くいるんじゃないかなっていう推測だからそういうところ、今そういう時代なんじゃないかなみたいな。やりたいことあったらやっちゃっていいと思うし、なんか今跳ねてるこの状態を形にするのってめちゃくちゃ面白いんじゃないかなと思って、でなんか脚本とかあると思って、まあ、そういうのって俺初めてだけど書けそうな気がするんだよな。でいつもそのみんなで集まって旗振ってる時とか、今楽しかったねとか言ってなんか感動して泣いちゃう岡村さんとかいるんだけどそういうのをなんか全部脚本として、まあ俺に任せてもらえたら書けるような気がするんですよ。うん。まあそれがさ1時間半の映画にならずとも、まあ50分でもいいし、まあその半分ぐらいでもいいんだけど、それで1本撮ったらめちゃくちゃ面白いんじゃないかなっていうのをマジで狙ってて、まあなんか日本アカデミー賞とかさ狙っちゃっていいんじゃねえかなとか超思ってんだよね。うん。その脚本書いたの後藤一発とか言ったらやべえことになるだろだからなんか飲食が飽きたとかそういうんじゃなくて、飲食は飲食のこともめちゃくちゃ考えてるし、どうやったら良くなるかなっていうのも考えてるんだけど、今やっぱりその人と人とね付き合ってる中で、そうやって人生進めていく中で、今本当に今の見たみたいな、車掌さん旗振ってたよとかそういうのをその目の当たりにしてる俺たちからすると、逆にみんなに幸せを与えてるみたいな、元気を与えてるんだみたいな感じじゃなくて、逆に俺たちの方が盛り上がっちゃってんだみたいな映画があってもいいんじゃないかなみたいな。で主題歌とかも別に歌えるやつ、もう本当にずっとプロでやってたやつとか俺友達でいっぱいいるし、まあそいつらと楽曲制作とかもしたいし、うん。でカメラマンもいるし、まあ本当ビデオカメラ回すプロ、まあ豊とかもいるし、まあ本当 NHK とかでバチバチやってるやつとかいるし、なんか無理なことないなみたいな。でとりあえずまあ台本みたいの作ってみんなにやってもらってみたいな、でそれに協力してくれる人しかいないというか、うん、全然やってくれそうなんだよなみたいな。で今まで生きてきた、みんなが生きてきた中でもこれ一つの爆発だと思ってるのね俺の中で。でこの爆発をやっぱり形にした方が面白いんじゃないかなっていう、まあ自分のその生きてる路線があるんだけど、だけど一個曲がったところにもっと面白いものがあるよみたいな。でこれって別になんか修行とかも必要ないし、今感じてることを素直に表現するだけだから、だからみんながみんながアーティストっていうか目立ちたがり屋じゃないっていうところもいいんだよね。
普段の生活ではすげえ静かっぽい人とかも旗振ってたりするので、そういう人とかにもやっぱちゃんと出演してほしいなとか思ってて、いやこれあるんじゃねえかなみたいないやねお笑い芸人のね西野さんがさ、ここにも貼ってあるけど、煙突町のプペルとか絵本描いたりとか、まあ何やってもいいんだよ今マジで、うん、と思ってて、まあ肩書きがないやつがやったら気持ち悪いとかバカだとか言われるかもしんないけど、バカで一緒みたいな、そこ余裕だからみたいな、そういうなんつうのバッシングとかそういうのは俺別にいくらでも耐えられるのね。だからまあ一番先頭に立って、まあそこら辺のバッシング専門で俺盾になれる自信があるんですよ、こんなガッとかって、でみんなのこと守りながら一本の映画撮れたらマジやばいんじゃないみたいな。まあこれね、いつも旗振ってる人とかが見てくれたらそれ面白いって言うよ、うん、だけどそれが形になって表出たら本当に煙突町のプペルみたいな感動作品になるんじゃねえかなって思ってんだよね。まあ実写版だよね、実写版で俺とかマジでもう昔から目立ちたがりなんですよ、でカッコつけたがりだし、でもちろん俺もそれに出たいし、うん、なんか脚本とかで監督とかでこんななって足組んでるわけじゃなくて、うん、だけどやっぱビートたけしとか超かっけえじゃん、アウトレイジとかさ、うん、あんな風な感じでさ2本3本続く映画になっちゃうかもしれないしね、うん、で前からやりたかったんだよ映画っていうか実写、うん、なんでそういうことも考えてる後藤一発、そうっすね、本当になんか協力してくれるやつとかいるんじゃないかなみたいな。でそれこそさ、これなんつうのクラウドファンディングとかで、なんかいろいろ募集したらやってくれんじゃないの、この江戸川区とかを舞台にスポンサー集めたりしてさ、でそこの店にね使ったりしてあげたら楽しいんじゃないかなみたいな。お土産でさみんな差し入れとかしてくれるんだけど、その差し入れしてくれるところが鍋ちゃんのところとかさ、まあいろいろスポンサーとかも枠も用意したり、うん、もう JR 東日本が3億円ぐらい出してくれるんじゃねえかなぐらいと思ってるの俺JR 東日本のその役員の方とかともなんかメールとかやり取りしてて、ああいいなみたいな、これってみたいな、うん、多分あの人とかもすげえ乗ってきてくれんじゃねえかなみたいな、うん、思ってます。なんでこういったなんか、ああ頭おかしいなとか思ってるかもしれないんだけど、まあバカとね、なんていうのマジなやつっていうか、まあ、天才というかそんなのってマジで紙一重だから、うん、だから何が起こるかわからねえぜっていう2021年、まあ4月の1日に始めた YouTube もあとちょいでね1年になるけど、この1年なんてさまざまなことがあった。でこれ毎日動画撮ってるからほんとね1本目を見るのは一番厳しいよ、シーキビだよ、ちょっとあの時喋れてなかったなとか。だけどこの1年いろんな考えをこうやって話してきた中で今ここに来て、まあ、こういった話もできてて、あ1年間ちょっと2020年密濃かったなみたいな、うん、まあ2021年も相変わらずぶっ放していくんだけど、まあ1個思いついたことが映画を作りたいっていう、ふざけんなよみたいな。いやだけどもうキャストも揃ってるし、まあ大体の脚本、まあ脚本っていうか作るもんじゃないっていうかもうできてるんだよね、うん、それをただ映像に流し込むっていうか落とし込むだけだから全然簡単なことかなみたいな。朝日がさ眩しいってまあこの年になって再確認しちゃったみたいな、マジで眩しいんだよ。で明日もね金曜日やるみたいなんでね、まあ土日以外やるんで、まあ祝日休み土日休み旗振りはだけど明日やるんですよ、まあそう金曜だからやるんですよ。なんでもしもねこれ見てねその映画に出たいとか思う人はねぜひ来てください。俺がね今一番欲しいのは、俺今学ラン着てやってるんだけどその横にチアリーダーみたいな人を一人つけたいんですよ、うん、でちょっとね関東第一のね高校生とかね俺ちょっとオファー出そうかなぐらい思ってるんだけど、うん、めちゃくちゃ面白くなりそう。むしろチアリーダーやってください誰か、うん、見てる人チアリーダーの格好で来てください。そしたら
なかなか目立つポジションで映画出れると思うんで、はい、まあその出演権とかも売っちゃってもいいしな、クラウドファンディングで、うん、まあ俺ね、後藤一発監督になるみたいな。いや全然ありだなとか思ってます。後藤一発ピースバルマーク。